ははいこんにちはです、えー、今日ね収録日6月1日なんですけども今日のヘッドラインはね、えー、ハイグロ即落ちの可能性という内容でお届けしたいなという,ふうに思ってます。今日もね最後まで見ていただいていい動画と思っていただければねぜひねチャンネル登録、いいねでね応援していただけると嬉しいです。で、えー、今日の内容はあの、まあ、私もねあの5月ぐらいからねハイグロそろそろ即落ちしたんじゃないかなという,ふうに感じてたんですけどが、まあ、ちょうどね今日ねそういった記事も出てきたのでちょっとその辺のの、ね、考えを、ね、お話しできればなという,ふうに思ってて。 まあというものに直近ちょっと大きく上がってしまっているので、まあ、エントリーするのであれば、ね、6月、7月で、まあ、どこかで一回下げることはあるだろうなというふうふに思うので、まあ、その下げたところで、ね、そこを確認して、まあ、エントリーしていく感じで全然いいんじゃないかなというふうふに、ね、考えてますのでちょっと、ね、その辺のの、ね、考えとかも、ね、合わせて紹介させていただければと思います。えーっとねえー、今日はま、ね、まあ、まあ 基本的にはハイグロにポジティブな内容になってますけども、これ、私の意見なんで、ね、ぜひ他の方のね、YouTube、Twitter、ブログもね、ぜひ参考にしてください。そして、えっと、ハイグロに関して言うとね、私、4月の頭に、打診買いしますっていう動画を出しました。で、えっと、このとき、打診買いした銘柄は全部持ってます、今でも。うん、で、まあ、その時大きく買ってないですけどもねあの、全部持ってます。で、えっと、半分ぐらいはね、黒点しました。 あの5月ぐらいにさらに難品をしてまあ半分ぐらい黒点してるっていう感じなのである程度ねこれでもってねまあ自信もついてますあの5月のひどい相場でもプラテンするんだっていうところがあったのでまあここから先はもうあとはその何て言うのかなその逆金融相場要は金利上がるからのインフレからの金利上がるというそういったマクロ環境でもうドカーンと下げてもまあ 中期的にも戻ってくるんだなというところの安心感は生まれているかなと私自身は考えていますで。あとはその、ね、買った買い値よりも下がるとすれば個別理由で決算がすげえ悪いということになるんですけどもそれだけは、ね、あの個別の決算をちゃんと見ていかないとねという話になるんですけども、まあ、そういったリスクを避けるためにも、ねえー、10から15名柄ぐらいで分散してハイグロを買っていくそして、えー、結構長期で持っていってもいいんじゃないかなと思うんですけども、ね、1年、2年、3年と、ね、ここから長いあのすごく長期的な。 あの緩やかな金融相場に入っていくことが考えられるので、まあ、それでね持っていけばいいんじゃないかなというふうにね考えています、はい。というわけで、ね、ャょトでちょっとハイグロ即打ちしたんじゃないかという、ね、お話をちょっとしていこうと思うんですけれどもよいしょ、まずは記事ですね。えー、今日の記事に、ね、こんなのがありました。えーとね、クラウドのストックがまあ非常に良かったですよと。UI パスの決算がまあちょっと良かったんですよね。UI、パスってあの まあラップトップというかそのコンピューターの自動化をするのに最適化されたねソフトウェアなんですけどそれの決算が良かったのでそれに引っ張られてクラウドが上がってきましたという解説ではあるんですけどもここのザ・ウィズダムツリー・クラウド・コンピューティング・ファンドは WCLD も今年4番目のね伸びを記録したということでまあどうやらこの ね、あのハイグロは、まあ、テック銘柄というのは即落ちしたんじゃないか、あとマイクロソフトも今日ね、あの利益警告出したにもかかわらずプラスで終わったとっいうことは、まあ、ハイテクの,このいわゆる逆金融相場という意味では、まあ、即落ちしたんじゃないんですかみたいなね、えー、記事の立てつけになってます。で、この中ではさらに UI パス今日、きょ17%上がったんですね、すごいですね、おめでとうございますね、本ってで。で、WCLD もあ76のクラウドストックか、すごいですね、6.5%上がったとっいうことですね。 うん、クラウドどうなんですかね、うん、私はちょっと、そのクーパとかね、そういったものに関しては、クーパとか、その他はたくさんある、ね、アサナとかね、ビジネス系 SARS はちょっとあのネガティブなんですけども、サーバー SARS ーは調子いいですよね、やっぱ、今日もデータドックすごい上がったし。 やっぱ今日クラウドの決算もすごい良かったし、オクタの決算も良かったですね、オクタもセキュリティの一つなんでね、ちょっとこの間、オクタ悪いかもって、ちょっとくちばしっちゃったんですけど、よく考えたら、クタはセキュリティなんで、決算、非常によかったですよね。うん、まあいいや、あのクラウド系も今日は株価、大きく上がりました。で、あとは、まあ、そういうふうに書いてあるかな、うん、あここね、データドックが19%、ね、すごいですね。 でえー、っと,アサナとかビーバーも上がったんですね。うん、んんんで、奥タもすごかったですよっていうね、まあ、そんな感じで、あのー、ハイテク銘柄が即打ちしたんじゃないかっていう話になってます。で、こちらがね、私があのよくあのトラックしてるハイグロの、まあ、リストなんですけども、これ、今日上昇率が高かった順にね、こう、あ UI パス入れてないんだ、これ。入れとこう。 高かった順にあのやってるんですけども UI パス入れるとトップになるんじゃないかな、ね、トップですね UI パスが16.70%で、まあ、その他にロブロックスとかオープンドア、ユニティ、アサナ、データドックね計算すごいいいですからね u p s t a r あレッドフィーも良かったんですねファ,ファーテッチとか今算全然良くなかったですけども、ね、チャージポイントも全然ダメでしたけどね LSP でも全然ダメだったなマンデ n ドットコブ えー、グローバル E ラインだっけ、これ名前は。オクタ,オクタはこれ、時間外でさらに上がってます。うん、とかね、まあ、基本的にね、くら寿司ね、まあ、上がってますよねっていう感じで、今日、ハイグロね、めちゃくちゃ良かったんですよ。マイナス、僕がトラックしてるのマイナス3銘柄だけですよね、本当にね。しかも、まあ、もうなんか、超マニアックな銘柄だけがマイナスで、ハイグロはほとんど。 今日しかも5%を超えるような大きな上昇というのが今日でしたということですよね。で、ハイゴロが底打ちしたんじゃないのかというお話の、まあ、いくつか根拠となる情報をいくつか出していくんですけども、そうですね、まずはこちらいきましょうか、えー、こちらは私がいつも参考にさせていただいている、えー、ジャミンさんという方のブログですね、えー、ジャミンさんという方はね、えー、っとどこだったっけな、えー、っとどっかのベンチャーキャピタルのアナリストかなんか、まあ、私と同業なんでしょうね、えー、の方が、ね、ずっとブログを書いてるんですけども、 えとその方が、このエンタープライズバリューとネクスト12マンスレベニューのマルチプル、まあ、要は PSR ですよね、あのち,ょっとちょっと定義は微妙に違うんですけども、要は PSR です、えー、売上の何倍の株価がついてるかっていうところの中央値、えー、s a ー s 企業ね、100社ぐらいを調べて、PSR の中央値をこうずっとこうグラフにしてるんですけども、それが今6.8倍だと。 というわけで、えー、っと中央値がだいたい6.8倍の値段がついているというところですでこの6.8っていうのはもはや2018年と2020年よりも下にいる一時期はね5.5とか6までつけたんですよバリエーション的にねだから一応この2017年より前を除く2017年と比べても相当低いのか もうここしかないですよね、うん、なので歴史的に見ても本当にさすがにここまではっていうところまではもう下がりきってるんですよだからこれがやはり1個そのハイグロが底、まあ、をつけたんじゃないのか、まあ、いわゆるバリュー株バリュー株として見られて買いが入ったんじゃないかっていうところがさっきの、ね、記事にもあったんですけどもこれを見ても通りもりコロナ前のバリエーションをもう完全に吹っ飛ばして、えー、コロナのボトムよりもさらにバリエーションが低くなってるっていうね、まあ、そういった感じですよ。 でこちらがちょっとねまた違う見方なんですけども、えー、とこの青いやつがトップ5のメディアンということで、まあ、その中でも特にバリエーションが高いものの5つの中央値を取ったものが16.2ということでこちらもねもうコロナ前のバリエーションをだいぶ下回ってるというところで。 あのまあ、この方がこう機械的に取っているデータからも、もうそのコロナの時のバブルは全部吹っ飛ばして、むしろコロナで一番ボトムを打った時よりも安くなっているというところが、これがもうバリエーション上の観点です、でこれが1点目として、やっぱ底打ちしたんじゃないかというところが考えられる理由ですよね、で2つ目がこちらです、まあ、これがね、あのここ3日ぐらい、株価が上昇している主な原因,な原因、要因なんですけれども。 5月の、ねまあ、頭からずっと下がってるんですけども実は10年後の期待インフレ率っていうところはずっと下がってきてます、うん、ずっと下がってきてる、すなわちどういうことかっていうと FRB が金利を引き上げて、えー、住宅ローンの買い手が減ってで住宅ローンの申請が減って買い手が減って、まあ、長期的にはインフレは下がるだろうねってみんな思い始めてる。 でこれを受けて10年金利が、ね、一時期ちょっと下がったじゃないですか、2.6ぐらいまで、これを受けて下がってきたというところもある、今、うん、ま,あ、今また2.9ぐらいまで上がりましたけどね、うん、なんで、インフレ的にはもう、みんなの期待っていう意味ではピークアウトを過ぎた、だから、ハイグロに若干、まあ、これ以上の金融引き締めはないだろうというところで、買いが入ってるというところが2つ目だと思います。 ただ、あのー、この待インフレ率とかそのバリエーションの観点からそう言えるんですけども、ただ一点、まだハイグロが掘る可能性、マクロ環境的に掘る可能性を一つ言うのであれば、やはりその CPI ですよね、えー、6月の CPI も7月の CPI も、まだまだ高い CPI が出るというふうに想定されます、しかも結構高いのが出るんじゃないかなと思います、直近のねエネルギーとかコモディティの上昇からすると。だからまあ 今、短期的に上がってますけども、私はこれはまた必ず下がるというふうに基本的には考えてます、まあ、あとアマゾンの株式分割とかね、グーグルの株式分割、アマゾン承認されて、グーグルもするじゃないですか、確か。まあ、そういったなんか、そういったふわふわっとしたものもあってね、まあ、今、よくない上がり方だと思うんですずれにせよ、まあ、またその短期的には下がると思います、消費者物価指数とか FMC でね。うん というふうには思ってはいますけど、でまあ消費者物価指数の内容次第だと思うんですけども、ただもしね、あの消費者物価指数が特にコア CPI がやっぱピークアウトとか、あ六月七月で見えてくるのであれば、やはり今年の,のマクロの逆金融相場というところはね、この十年期待インフレ率ももう指し示している通り、まあ終わりが近づいてきてるんだろうなというふうには思ってます。引き続きね、あの注視はしていきますけども、特にその CPI が ひどくならならいそしてまたこの待インフレ率が,が,が上がらない限りはもう一回いきますよ CPI がひどくならないこの待インフレ率が上がらない限りはハイグラスそこの可能性が逆にやっぱその思ったよりもインフレがすごい高くて。その FRB が75ベーシスポイント利上げしたりとか、ことし3%って予想されてますけど、3.5%か4%まで上げなきゃいけない状況になるときは、また下に掘るので、それはまた違うんです、これはまたね、CPU とか見ていかなきゃいけないんですけど今、現時点ではまあそういう感じになるんじゃないかなというふうにね、観測されますでこれがまあ、その記事、そして今日の株価の上がり方、バリエーションの観点、インフレの観点からのお話なんですけど、ちょっと個別にね、銘柄を見ていこうと思うんですけれども。 まず今回決算で一番その、なんちゅうのかな、底打ちしたんじゃないかというところで、目をこう、う何ちゅうのかなその、注意深かったのが、ズームですよね。え、ズームの決算ね、全然ダメだったんですよ。そのかつては YOI100 何とか成長したズームですけども、YOI10% とかですからね。まあ、正直な話、決算だけを見たら、買う理由で中で一つもない決算なんですよね。まあ 一つ言うならば、アナリストの予想を超えてて、まあ、悪い悪いとは思ってたんだけど、も、思ったほど悪くなかった程度の話なんですけども、そのズームがですね、そのやっぱ下げ止まりを見せてるんですよね。まあ、具体的にはこの平均線です。200日平均線、150日平均線、200日平均線、100日平均線、そして50日平均線ってなってるんですけども、ここのこの50日平均線が、拡大できない。 ここの50日平均線があのも,うもうそろそろちょっと下から上に突き抜けて109日平均線抜けようとしてるじゃないですかこれって基本的にトレンド、まあ、その上昇トレンドのまあ1つ目のサインだったりするんですよね、まあ、いわゆるゴールデンクロスなんですけどもこれでその最終的に株価50日平均線100日平均線200日平均線って並んだら完全な、ね、アップトレンドの相場に入っていくんですけどもまあ すでに、ねえー、株価が50日平均線を下から上に抜けているし50日平均線も100日平均線を抜けようとしているので徐々にこれは、ねあのもうズーム、あのズームですら、まあ、ズームだからこそどっちか表現は分からないですけども、まあ、もう底打ちの,そのあれを見せているというところが、ね、あります。うんまあ、これそのすごく悪い銘柄なんですけども例えば決算のすごく好調なね私が前から言っているセリ,ウスセリシウスさんですよね。えー、セリシウスさんとかは まあ私、ずっと持ってて、4月ぐらいに買って、そのまま買い出してるんですけど、実はプラス30%ぐらいなんですよね、もうね、セルシウスね、実は。で、なんでそんな高いかというと、実はセルシウスって、もうあと、どんくらいだろう。あと10%上がったら、もう年初来高なんですよ、実は。すごくないですか、この相場で。 10%だかったら年収来高い、だから2022年以降買った人は全員プラスになるっていうところは目前なんですよ。もちろんね、一旦私、これ下がると思ってます、一旦あのこのまま上がるんじゃなくて、CPA ちょっと高めだし、FMC もあるし、今上がってるのは、ちょっとそのショートカバー、ショートスクイーズの、あ,のあれがその強いのでその、なんていうかな、そういった観測が強いので、一貫下がるとは思うんですけども、上がって下がって、上がって下がってを繰り返していくとは思うんですけども、少なくともね、セルシウスに関して言うと、 他のさ Google とか Amazon みたいなそのもう全然年初来をもうこう更新できないチャートとは違って年初来に近づいてきてるっていうところなので、まあ、下がったところで買っていけば決算がいい限りはこの銘柄は報われるみたいなねそんな印象がありますよね、まあ、そこで見てってっもこのね。 1>, えー、1月末のポイント、そして3月末のポイント、そして5月末のポイントというところで、それぞれここで反転ポイントを見てて上がっていってるので、やはりすごくそこがたいなと思います。例えば一方で、グーグルとか見ると、ね、もうひどいじゃないですか、えー、年初から、年初、年初どこだ 年初から一旦上がるものの基本的にはどーって下がって全然年初来高値も更新できないしそこでもどん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 切り下げていってる中でやはりセルシウスはまあ非常にこういった銘柄と比べるとまあいい感じまあこれはなんでこういうチャートの形をしてるかっていうとやっぱ YOY がこれ100何とかの銘柄だし EPS もアルミニウムの値段は下がってきてるだから EPS がもう伸びていくっていう期待値もあるっていうところからやはりその。 他の銘柄とは違ったエンフェイスも、えー、まだ年収、えあれ、エンフェイスって年収代高値更新してるんですね、これ、気づ,気づいてなかったんですが、あ,あ年収代高値ではないか、うん、ただ、1月1日よりかは高値にいる、すごいですね。えっ、ー、と、いずれにせよ、この銘柄も1月末、そして3月末、えー、5月と、実はそこには切り上げてきてるんですよね。だから、この銘柄を見る限りは、もう完全にこの底を打ちしてるんですよ。 もう底値を切り上げて上に上がっていってるのでまた下がったときに底値を切り上げると思うのでちゃんと底値で買っていきましょうみたいな投資をすれば決算がいい限りはこの銘柄はまあ緩やかに上がっていくんだろうなというところがね推察されます、えー、前回の決算は YO は44ぐらいだったと思うんですけどもえーソーラーの需要がかなり強いとね決算のコールで言われてるしアラリも良かったんですよね実は。うん でそれは当然、ウクライナ情勢原油高を背景としてもともとクリーンエネルギーというのがその根底として、ね、そのいい流れではあったんですけれども当然、原油とかエネルギーの,この危機の時に、まに、あ、どうせならやっぱクリーンエネルギーやっていきましょうというところでソーラーとかの需要がすごく高くなっているので、まあ、売れているという話です。でソーラーの ET F ETF である TAN これも、ね、同様に調子がいいです。うん、なので、まあね、思えば えー、コロナ相場ってあのー、とかとかまあテーマ的にはエネルギー危機器ですし、あのー、少なくとも ESG っていうところは、まあ、2020年のテーマの一つではあると思うのでまあその個別銘柄をやられてる方はそのエンフェスだったりとか TAN だったりとか産卵だったりとかえー、ね ETF で言うなら TAN か、TAN だったりとか ICLN とか、あ,のあとは QCLN、まあ、はテスラが入ってるから、ちょっとね、まあ、また種類が違うなと思うんですけど、まあ、ICLN だったりとか、あとはその、えー、ともう一つファン、FAN だったりとかね、こういったところは当然検討してみてもいいんじゃないかなというふうに、ねえー、思ってます。だこれがまた次、あの6月の CPI だったりとか FOMC、まあ、6月末にまたその、 利益傾向がいっぱい出たときとかに、ね、下がってくるときに、ちゃんと5月の底値っていうところを切り上げていくかどうかっていうところをね、えー、ちゃんと確認ポイントかなというふうにね、えー、思ってます。だセルシウスとかエンフェイスとかはもちろんそのテーマとして強いのが分かるんですけども、今日、決算の良かったクラウドとかどうなんだってことなんですけど、クラウドに関して言うと、ちょっと若干ね、あのすごく。 今年にかけては下げてきているので、まだ、ね、その底での切り上げ、まあ、5月が一番その大底、そこには切り上げていること観測できていないので、分からないんですけども、えクラウドの決算、良かったです、今回は。良、うん、かった、うんまあ、もちろん前、全盛期ほどの決算は出してないですけども、概ね良かったんですよ、クラウドは、もちろんセキュリティっということもあってね。で、これが今買うかどうかっていうのは、非常に判断は難しいです。あのー、これは私は私まだ買うかどうかかどどい判断は難しいけど セルシウスとかエンフェイスとかがやっぱ過去23回の,この下落の底値をまあ耐えるか底値を切り上げてるっていうことを考えればこの銘柄もえエンフェイスとかセルシウスに比べれば割高だったんですよ、ずっと。ようやくもう悪が抜ききったのでおそらく次の下落相場はこの銘柄は底値を切り上げると思うんですよね。切り上げたらやっぱクラウドストライクっていうのはもうめちゃくちゃいい銘柄だと思います、買うにはね。だから 次、えーとまあ、私の予想だった6月の CPI、そして FMC 前後で下がると思うんですよね。で、今買うんじゃなくて、下がってきたら拾おうっていうのがやっぱ正しいと思います。うん、まあ、そこの話は、ね、ちょっと最後にしていきますね。そして私が、えー、と見逃してしまった DLO ね。うん、DLO はこの5月の真っさ中にいい決算出したんですけど、YO は110何とかね、EPS の成長率もすごいいいんですけども、えー、これもえっ、ー、旦ね下がってきたときに、ちゃんとこの5月の底のをね、 上回って、ね、切り返していけるかというところが、ね、非常にポイントになるかなと思いますが、まあ、今、ね、上げた銘柄は Zoom 以外はとりわけ強い銘柄なので、えー、普通の銘柄に関して言うとそれは当てはまらないと思いますやっぱその決算が悪くなっていったらそこね切り下げていくこともあり得ると思うので結構強い銘柄は選んでいかなきゃいけないなと思うんですけども、まあ、私が言いたかったのはセルスとかエンフェイスはもうすでにその底打ちの傾向がもうほとんど見えているよね。 だったら、クラウド DLO みたいに、次に準じていい銘柄っていうのも、底値を切り上げていくんじゃないんですか、だから、その次のちゃんと下落相場でそこで見ていきたいですよねっていうのはね、まあ、そういった趣旨になります。と、はい、いうわけで、えー、っとちょっとこっちに戻るんですけども。 えっと、今ね、株価上がってますけども、えーっとまあ、結構インフレも進んでるし、ちょっとね、この値上がりっていうのはどっかで叩かれるんじゃないかなって、基本的には思ってます。まあ明日の、下手したらね、明日の雇用時でも、あしの雇用統計でもね、あの雇用統計が悪ければ上がっちゃうんでね、うんまあ、ちょっと難しいんですけども、まあ、消費者物価指数がおそらくそんなにいいの出ないと私は考えてるので、消費者物価指数か FMC の前後で、まあ、おそらくギクシャクすると思います。うん、でそこで下げきんなくてても6月末にかけて 5月決算だったりとか利益警告がばーって出ると思うので、いくらでも下がるタイミングはあると思うんですよね。だから1回叩かれるだろうなと思うので、その叩かれたタイミングで、ビックスがぐいーんって上がって、株価がぐわーって下がっていって、で、またそのインフレが遠のいたあ PC 物価指数とかですかね、あとは来月の消費者物価指数とかで、インフレが遠いのいた、金利利上げ観測が遠いのいたという時に、またビックスが下がって、株価が上がる。そののタイミングの時に そこを切り上げていったらクラウド DLO とか、まあ、セルシウス、エンフェイスじゃなくてその次に準ずるようなね銘柄っていうのはデータドックとかね、まあ、この辺とか私入っていってもいいんじゃないかなというふうに思ってるので、まあ、引き続きちょっとねしっかり灰黒見ていきたいですけども、まあ、エンフェイスとかセルシウスはすでに入ってるんで次狙いたいのはやっぱデータドックとかクラウドとか DLO とかねこの辺とかのねちょっとその今まで割高だったからちょっと怖くて入れなかったけど次のねこういったところはね狙っていきたいなとかね思ってます。 最後紹介なんですけどもハイグロのバリエーションを即時した可能性があるので、まあ、次の下落相場でそ、ね、こを確認今入らなくていいと思います次のビックスが上昇、えー、株価が下落ビックスが下落で価格上昇の時の底,底打ちを、ねえー、しっかり確認すべきだなと思います、えー、6月7月の CPIFMC の前後でね下落と上昇というところを、ね、確認すべきかなと思ってます、うん ま、あとね、あのー、金融相場を狙うという投資にはなると思うんですけども、もまあ、利下げを観測するまでね。本格的な金融相場はまだ早いかなと思ってます。えー、利下げ観測が終わるのは早くても9月、10月、11月ぐらいだと思います。中間選挙前後ですね。うん、まあ、だからなんちゅうかな。そこまで本当は無理して入る必要はないのでね。まあ 下がったらちょっとずつ買う、下がったらちょっとずつ買うみたいな感じで、私も今回6月とかでもし下がるのであれば、本当またちょっとね、買い増していこうかなっていうふうに思ってます。それで、6月も7月も8月も下がった時にちょっとずつ買い足していく、ちょっとずつ買い出していくみたいな感じで、まあ、結構ね、長い期間のポート料を組めるんじゃないかなっていうふうにはね、えー、思ってます。ただ、銘柄ではね、選ばなきゃいけないです。決算の あの成長力が維持・加速している銘柄です、減速しているのは基本的になしだし、EPS がマイナスなのも基本的になし、例えばビルドットコムとかは売上成長素晴らしいですけれども、EPS マイナス掘ってるんで、まあ、こういった銘柄ちょっと避けたいかなと思います。 えね、じゃあ、ハイグロは分かったと。じゃあ、VOO とか999とかガファマはどうなんだということなんですけども、まだそこは早いかなと思ってます、ね。2つの理由があって、ハイグロが一番売り込まれてます。ハイグロは3か月ぐらい早く売り込まれました。だからハイグロがやはり一番底打ちが早いというのは、えー、あります。ただ そのあでも,もう一回あるんですけど、ハイクロ全体かと言ってるわけじゃなくて、ハイクロの決算がいい名柄即時というところも注目ですね。で、ハイクロ以外、えー、例えばガーファムとかは、まあ、個別に判定が必要だと思うんですけども、バリエーション的にはね、だいぶいい感じになってきたかなとは思うんですけども、まあ、やはり、共通の決算がね、結構、あのー、たまった、あのー、びっくり箱かなと思ってます。まあ、スナップがあんだけ悪いガイダンス出してきたらね、当然、フェイスブック、グーグルを今買うかと言ったら、とてもじゃないけど、買えないですよねというところもあるし、ウ、え、ォ、ー、ルマートとターゲットがあんだけ悪い決算 出してきたらじゃあ、アマゾンどうなっちゃうのっていうところもあるし、マイクロソフト、今日上がりましたけど、マイクロソフトね、警告出したけど、大したことなかったですよね、警告はね。でも、まあ、マイクロソフトですらあれなので、マイクロソフトが一番安全なので、ですらあれなのでね、うん、でやっぱまだ、その999とか、ロファムとかは今、株価上がってても、あの結構、この急通に観測、関する、急痛に向けて観測が悪い中でね。 まあ積極的に買うべきじゃないなと思います。わずかですけども、グーグルとかアマゾンとかのね、フェイスブックとかの EPS 成長率をちょっと下げてるんで、ここ1週間。うん、だから基本的にはよくないと思ってます。うんまあ、ハイテク以外の S&P っていうところもね、えー、利益警告、まあ、結構出始めてるので、基本的には買うべきじゃないなと思ってます。これは逆、えー、逆業績相場ですよね。だから逆金融相場が終わって、逆業績相場に入って、ただハイグロは、銘柄によっては、 あの逆業績相場なんて関係ない基本的に業績がいいものっていうのは食事しがっていく。他他のののその他多数の銘柄は そのインフレ、利益が落ちる、景気がちょっと悪くなるよねというところで大体が落ちていくみたいな、ね、まあ、そんな感じかなというふうにね思っているので、引き続き VOO999 というのはねまだ早いんじゃないかなと思うんですけども、買うのであれば、買ったとしても v t あだとしても急通の決算ぐらいでね一旦見てもいいのかなとか思ってたりはしています。というわけで、引き続きねえースーパーサンクスとかで、サポ本当、毎日ね皆さん、スーパーサンクス、本当にありがとうございます。スーパーサンクスのコメントはね必ず返してますんで、いや、他のコメントも可能な限り返してますけど、 スーパーパサンクスは特に変えるっているので、えー、質問とかありましたらね、ねいただけると本当に,いつも本当に、ね、ありがとうございます。そしてね釣りのインスタグラム、TikTok ってことなんけど、YouTube ね、おそらく今日か明日ぐらいにね初めての投稿を上げられると思うんでね、ねぜひねそちらね、えー、釣り好きの皆さん楽しみにしていただければなという,うに、ね、思います。というわけでね、ね今日はねハイグロ即打ちの可能性っていうね内容でお届けしました。えー、個別銘柄もねいっぱいやっていきたいですね。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。